すごいしてましたよ。私の友達すごい料理してますよ。あ、本当ですか。はい、でもお嫁に行く前からもね、もちろんしてる方もいるし、まあ当たり前のような風潮が日本でね、奥さんが料理するっていうのは、そんなに変わったものではないんですよ。台湾はほとんどしないんですね。だから炊飯器も進化していって、より簡単に料理が作れるようなアイデアシェアがなるというね、感じで。あれ、なんかさ、今すごいより多忙になってると思うので、まあ、役柄が出ないって、まあ、奥さんがリエの妻という顔もお持ちなので、よかったらこういう便利なスマートフォンを作ったら、はい、後でチェックしてぜひぜひ、いい感じの手抜きがね、そうなんです、ね、合理的にぜひ、その分の愛情で別のところで使っていただいてますね。いかがですか、台湾の製品、本当にあのバラエティの先生で、はい、すごく進化してますよね。そうですね、うん、あのアイデアが面白いんですよね、うん、文化から生まれるものですね。そうですね、はい、なんか意外と意識するとこ日本にすでに溢れてるんですよね、台湾。結構メイドイン台湾のものって多いですよね、うん、意外に、あ、これそうなんだとかね、まだそういうのは必要ですよね、はい、今日きっかけにまたのりかさんに教わってる意識分かりました、はい、ロケとかに行ったりとか、はい、いろんなスタジオに入って裏見て、あ、台湾って聞いてみようかとそうなんですよね。あの会場の皆様にもこのイベントは日曜日まで実は開催していまして、100商品展示されていて、たくさんの商品があるんですよね。今日ちょっとご紹介できなかったんですが、あと介護から医療の面も非常に優れているので、はい、これもね、日本も、あ、これも本当そうですよ。不光彩姐姐买了国反正可以养生。ね、なんかさ、本当に原因だけじゃなくて、あのそういったなんかね、エコの問題だったり、世界のこう支援だったり、いろんなことされてますが、その視点で見るとやっぱり違いますよね。これからまたどんな活動をどんどんどんしていくか本当に楽しみにしています。ありがとうございます。何せ楽しみかいろいろ頑張っていきます。今日はだってこの後にお着物にさっと着替えられて、そうですね、はい、さっと着替えてご挨拶を受けます。はい、というわけで、では集まっていただいた皆様に集まった含めたメッセージを、はい、そうですね、今日はこういった台湾のイベントだということで、もちろん日本の製品素晴らしいものいっぱいあります。だけどこういう国際交流とかね、いろんな日本の人がこっち来て、台湾の人がこっち来て、いろんな交流の中で台湾から生まれる文化のエネルギーですよ、パワーの商品とか結構この中にたくさん入っていたので、あ、こういうものもあるんだ、これは使えるねとか、そういう観点で生活に取り入れてみてください。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後になりますが、フェイス向けに撮影をしていただけるということですが、準備させていただきまして、この美しいドレス、今日のフランスか、はい、エクスプレッシブを今準備いたしますので少々お待ちください。わざわざ台湾の製品からインスピレーションをされたドレスでご登場いただきました。でこの後ですね、ご支度をいただきまして撮影をさせていただきたいと思います。マスコミ向けとなりますので、一般の方はご遠慮くださいませ。さあ、今日のこのドレスは台湾からインスピレーションされたというドレスを選びいただいております。それではマスコミの方向けに、はい、ワンショットでの撮影会をさせていただきたいと思います。このセッションになります。はい、では皆さん準備はよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。
ございます。